フランケンケシュタインメアリー・シェリー前回の続きからです私たちの家は悲しみの家となった父の健康は最近の恐ろしい出来事のために著しく害された エリザベートは嘆き悲しんで力を落としもはやいつもの仕事に喜びを持たなかったエリザベートにとっては楽しいことは皆死んだ者に対する冒涜であるらしくその時の考えでは永遠の優秀と涙こそ罪なくして無残な死を遂げた者に捧げる当然の供物であった エリザベートはもはや私と一緒に子雁の包みをぶらついて二人の将来の望みを夢中で語り合ったもっと若い頃の幸福な人間ではなかった私たちを地上から引き離すために送られた最初の悲しみがエリザベートを訪れそのぼんやりとした影響は 愛らしい笑顔をなくしてしまったのだねえビクトルジュスティーヌ・モリッツがあんな風にみじめに死んだことを考えるととエリザベートが私に言った私はもう世間というものやその仕掛けが以前私の目に映ったようには見えませんのよ 以前は書物で読んだり人に聞いたりした悪徳や不正の話を大昔の物語か架空の悪事だと考えていましたの少なくともそういうことはあまり縁のない話で想像よりも理性でそれを知っていただけなのですねだけど今では不幸が家へやってきて 私には人間がお互いの血に飢えている怪物のように見えますの。だけど私はきっと間違っています。あの気の毒な少女が有罪だと誰でも信じているんですもの。あの人が罪を犯して罰を受けたとすれば、確かに人間のうちで一番堕落したものだったんでしょう。宝石の一つや二つのために、 恩を受けた親しい人の息子を生まれた時から自分が育てて自分の子のようにして可愛がっていたらしい子を殺すなんて私はどんな人間でも死ぬということには賛成しかねましたがそういう人が人間社会にとどまっているとしたら確かにふさわしくないと考えたに違いありません。だけど、 あのの人には罪がなかったのです。私は知っています。あの人は潔白だったと感じるのです。あなたもこれと同じ意見ですから確信が持てます。ああ、ビクトル、虚偽がこんなに本当らしく見えるとしたら誰か確実な幸福を保証できるでしょう。私は、 無数の人々が群が群ってきて、き私をしきりに深淵に突き落とそうとする断崖の端を歩いているような気がしますのよウィリアムとジュスティーヌは殺されてしまったのに殺した者は逃げ去って世の中を思いのままに歩き回りひょっとしたら人に尊敬されているかもしれないのですだけどたとえ私が同じ罪を犯して公主権の宣告を受けたからといった そういうい浅ましい人間にとって変わろうとはしませんわ。極度の苦悶を感じながら私はこの話に耳を傾けた私こそ実際においてではないが結果において本当の殺害者であったのだエリザベートは私の顔の苦悩の色を察し私の手を優しく取りながら言って ィクトル、気を落ち着けなくちゃいけないわ。今度の出来事は私にも答え、それがどんなにつらかったかは神様もご存知ですがあなたほどひどく参ってはおりません。あなたのお顔には絶望の色が、時には復讐の念が現れていますので私震えていますわ。ねえ、ィクトル、そんなくらい情熱をなくしてください。 あらゆる望みをあなたにつないでいる周りのものを思い出してください。私たちはあなたを幸福にしてあげる力をなくしたのでしょうかああ、私たちが愛している間は、この平和な美しい国にあって、互いに誠実である間は、安らかな祝福を受けますわ。私たちの平和を何が乱せるというのでしょう しかし、運命のその他の、どんなたまものにも増して、大事にしたエリザベートのそういう言葉をもってしても、私の胸の中に潜む悪気を、追い払いかねたのであろうか。その話をしている時でさえ、今にも例の殺人鬼が、私のところからエリザベートを奪いに近寄ってきはしないかと恐れて、そっと寄り添うのだった。 こうして友情の優しさも地や天の美しさも私の魂を優秀の中から救い出すことはできず愛の言葉も効き目がなかった私は慈愛に満ちた力も突き抜けることのできない雲に取り囲まれていたのだ人の入り込まぬどこかの操業を指してふらふらする足を引きずりながら そこで突き刺さった矢を眺めて死ぬしか、それが私の象徴でしかなかった時には自分を圧倒する陰鬱な絶望感に対抗することもできたがまた時には魂の扇風的な情熱に駆り立てられて肉体の運動や場所の転換で耐えられぬ感情からいくらかでも救われようとすることもあった。 突然に家を飛び出し近くにあるアルプスの渓谷に足を向けてあの光景の壮大性永遠性のうちに人間なるがゆえの儚い悲しみを紛らすことを求めたのはこういう発作的な情熱が起こっている時であった私の放浪はシャムリの渓谷に向けられた。 子どもの頃よく訪れた場所だったあの時から六年過ぎ私は残骸となったしかしこの荒涼たる不滅の光景には何一つ変わりがないのだ初めのうちは馬に乗っていった 後になってからはもっと足のしっかりしているこういう凸凹の道路でもなかなか怪我をしないラバを借りた天気は良かった8月半ばで私のあらゆる悲しみの始まったあの惨めな時からつまりジュスティーヌが死んでからもうかれこれ2ヶ月になる頃であった アルブの谷間に深く深く入り込むにつれて私の精神にのしかかっていた重みが目に見えて軽くなった両側に差し掛かっている巨大な山々や絶壁岩間に激する川の音辺りの滝キ,キの落下それが全能の神の強大な力について語っていた そして私はここにものすごい姿を現している諸元素を想像し支配したものに比べて兄弟さのを取ったどんなものの前にも恐れたり屈服したりはしないようになったそれでもなお登ってゆくにつれて渓谷はますます壮大な驚くべき特徴を示した 松山の絶壁に差し掛かっている定石やアルブの急流や木々の間からここかしこに見えている小屋や風変わりな美しい光景をなしていたしかもそれは別の人類の住む別の地球に属するようにその白い輝かしいピラミッドと丸屋根が群山の上にそば立っている ダイアルプスのおかげで余計に荘厳に見えたペリシエの橋を渡ると川によってできた渓谷が目の前に開けてきたのでそこに覆いかぶさっているような山に私は登り始めたまもなく私はシャムネの谷に入り込んだこの谷はいましがら通り過ぎてきた セルボの谷よりも素晴らしくて壮大であったがその割に美しくもないし絵のようでもなかった高い雪をかぶった山々が直ちにこの谷の境目をなしていたがもはや古城の跡も肥沃な畑も見られなかった広大な氷河が道に迫り落下する雪崩のとどろく音が聞こえ それがが落ちるに従って、雪煙のの立つのが見えた。モンブランが至高にして壮麗なあのモンブランが周りの先方から抜きんでて途方もなく大きなその丸屋根がこの渓谷を見下ろしていったこの旅の間は長いこと失われていた。 うずくような喜びの感情がたびたび起こってきたとある道路の曲がり目とか突然目に入ってくる真新しいものが過ぎ去った日のことを思い出させ少年時代の伸び伸びした楽しさを想像させた風さえも甘ったるい口調でささやき母なる自然が 私にもう泣くことはないと告げるのであったところがやがて再びこの親切な力が働くのをやめまたまた自分が悲しみにつながれあれこれと惨めな考えにふけっているのに気がついたそこでロバに拍車を当て世の中を自分の恐怖をいや何にも増して 自分そのものを忘れようと努力しそうかと思うともっと絶望的な仕草で草の上に身を投げ出して恐怖と絶望に押し付けられるのであったやっとシャムリの村に着いた今まで我慢はしてきたものの心身ともに極度に疲れ 力が全く尽きてしまった私はちょっとの間窓のところに立ち止まってモンブランの上に明滅する青ざめた電光を見守り早うと流れ去るアルブ川の音に耳を傾けた私の過敏になった感情にとっては この流れの音が子守歌となって私を寝かしつけてくれるようで頭を枕にのせると眠りが忍び寄ってきた私はそれを感じ忘却を与えてくれる者に感謝をささげた